元町排水場は、北海道函館市の函館山山麓にある、排水場である。1889年、函館に、日本国内2番目の近代的上水道が、敷設された時に建設された。中区と高区の2つの排水地からなり、現在も函館式業局上下水道部が使用し、函館市民に水を供給している。 日本人が設計した日本最古の排水地であり、近代水道1 0 0に選定、土木学会戦勝土木遺産及び近代化産業遺産群に認定されている。函館市街は函館山の東北部から広がっていったが、函館山には川がないため、井戸を掘るしかなく、住民にとって水の確保が課題であった。かつ、幕末の人口増加に伴い市街が東に、 広がってきたことを受け、1859年には、亀田川から分岐し、函館山の東まで流れる、岩丈寺川が改作された。しかし岩丈寺川は、汚水が流入し水質が悪く、これらが流行した際には、その原因ともなり、1888年には、新川が建設され廃止となった。こうした中、明治に入り、函館での上水道建設が、 再三計画されたが中止が続き、1888年1月に、ようやく事業が認可された。亀田川上流の赤川に取水口を設け、排水管を函館山山6まで引き、排水地に一旦貯め、そこから市外へ水を供給するものであった。給与が高額の、親とい外国人ではなく、日本人に工事を任せることとなり、イギリス人ヘンリー・エス・パーマーの下で、 現地調査に当たっていた平井誠二郎が工事監督として実施設計を行い工事を開始した。完成当時の元町テイク水池排水池はコンクリート作りの容量4386立方メートルで函館裁判所の裏手に建設された。1888年6月6日に池の掘削を開始し、翌年12月11日に工事が完了した。 しかし人口や出入り船舶の増加等により、水需要がさらに伸びて供給が不足するようになったため、1893年から水道の増強を進めた。この時、夏の最需要期に、函館山山六の高台の市街地で一時、断水していたことから、最初の排水地より高い場所に、第二の排水地を建設した。標高十一メートルの地点に、 容量2900立方メートルの池が建設され、1896年から供給を開始。当初は無害であったが、1923年に水の汚染と凍結の防止のため、鉄筋コンクリート製の蓋が取り付けられた。管理事務所その歴史的価値が評価され、1985年度に近代水道百選、2001年度に戦勝土木、遺産、 2008年に近代化産業遺跡群に選定された。また、創設以来使用されている管理事務所は、函館市の景観形成指定建築物に指定されている。航空排水池の100年桜敷地内には、噴水や展望広場が整備され、1989年から水道創設100周年を記念して市民に一般開放されている。桜の名所となっており、 航空排水池の完成記念に植樹されたソメイヨシノのうち2本が現存している。ありがとうございます。